はい、18時になりました。皆様お待たせいたしました。ここ、東京渋谷録音の地下にですねありますラッシュハブからお送りしております。で、2022年始まりまして、今日初回の配信ということでですね、今年もたくさんここから配信していこうと思っておりまして、ロックオンでは今ワールドワイドロックオンということで1月とですね2月、着眼点としては今年のちょっとトレンドを予想するような、私たちロックオンのスタッフの日頃のお客さんとの接してる中でこういう製品がトレンドに来るんじゃないかっていうのを1月2月集中して配信を行おうと思ってますので、後ほどこのチャット欄にですねそのページの URL を貼ったりしますので、よろしければチャンネル登録をお願いできればと思ってます。で、その初回として今日は、はい、ストリングス音源ですね、東京スコアリングストリングスということで、特集してお送りしたいと思います。で、早速じゃあ今日のスペシャル講師をご紹介しますね。はい、カメラさん引いていただいて、はい、伊藤翼さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、伊藤翼です。はい、ということで、最初に若干ちょっと伊藤さんのプロフィール的なお話をお伺いしようと思いまして、はい、東京音大で、はい、そうですね、大学は東京音楽大学を卒業しました。卒業してなかった、ごめんなさい、中退なんです。マジですか？中退なんです。そうなんです。で、チューバ。はい、そうです。チューバなんですね。そうなんです。大学にはそのチューバで入学しているという、はい、その演奏家を目指してたんですよね、元々。演奏プレイヤーの方ですね。はい、プレイヤーの方を目指しておりまして、ちょっと大学に入ったらみんな周り上手い人ばかりで、これはついてけねえぞっていう感じでやっておりました。チューバの音域って低域の方になりますか？ね、そうですね、金管の低音っていう役割をこうやってまして、ね、もうかなりもう下の方のもう本当に鍵盤のもう平音記号しかもうないです、楽譜はみたいな。なんかそれプロフィール見て、あ、そうなんだと思って。そうなんです。編作曲家のイメージが強いんで、もう上の方のやっぱピアノとかね、 あっちのイメージがあったんで。なるほどなるほど、はい、そういうイメージを持たれる方も結構いらっしゃって、はい、確かにそのピアノの人とか鍵盤の人って言われることもちょっと多いですね、最近は。まあ、作品聞くとそう思いますよ、ね。あ、なるほどなるほど。まあ、今日はそこは深掘りしたいんですけど時間がないので、はい。はい、そうですね。はい。それで今最近だとどういう作品を、なんか、言える範囲で結構ですけど、はい、映像系の方がお強いとは印象はありますけど、最近だとそうですね、京都アニメーションさんの作った、オリジナルアニメで、そのバジャのスタジオっていうのがありまして、そこの、オリジナルの OVA の、劇版をやらせていただいたりとか、はい、まあ、そうですね、あとは、岩かけるっていうそのロッククライミングする女の子みたいなのの、はい、漫画アニメの、劇版をやらせていただいたとか、主題歌とかだと、足立と島村っていうアニメがありまして、そこに出演されてる、木戸あかりさんっていう声優さんの、サードシングルの君の隣でっていうものとか、あとはウルトラマンルーブっていう、はい、ウルトラマンの作品の主題歌を、園田健太郎さんという作家さんと、共同で、書かせていただいたりとか、大体そのあたりですかね、代表作としては。はい、じゃあもう日中夜もかもうずっと書いてるってイメージですか？特に最近そうですね特に最近はもう1月入ってからはというか、もうちょっとしんどい。1月入ってからっていうか、まだ10日前後しか経ってないですけど、まあ、1月というか、まあ、そうですね、年末ぐらいからもう結構やばいことにはなんかそんなお忙しい中にお呼び立てしてっていう感じでございますが、はい、で今日は、ストリングス音源をご紹介するっていうことで、はい、ちょっと私がやっぱり、今日見てらっしゃる方も、曲を書かれたり編曲される方でやっぱストリングス音源に注目されてる方が結構見てらっしゃると思うんですけど、いわゆるポップスとか歌物におけるストリングス音源ってもう今割と普通って言い方変ですけど、昔は僕のイメージだと90年代の J-POP だとやっぱり生で予算があってっていうことでしたよね。そうですね、そうですね。今のお仕事の流れでどういうトレンドっていうか、そうですね、まずデモの時点では基本もちろん打ち込んで、僕は結構歌物と劇版両方やるんですけども、はいはいはい、もう
どちら の, その分野でも、うん、まあ、割ともう完成形のデモを求められることが多くて、まあ、そうですよね今ね。昔だったらやっぱりギターとかピアノとかに歌を入れてとか、うん、そのあとは劇伴の方だと譜面でとか、うん、そういうことがあったと思うんですけど、うん、やっぱりもうあの監督さんとかプロデューサーの方がもう聞いてすぐイメージできるような状態でっていうことになるので、うん、なるべく音質のいい音源とかそういうのはもう今すごい求められてるっていう状態で、それを出せないと仕事が、そうですね、ヒットプレイヤーっていうか、ね、はい、まあ、そこからちょっとやっぱコミュニケーションになってるっていう部分があって、なるほどね、はい、まあ製品の音もそうですけど伊藤さんの腕っていうのがね、多分いやどうなんでしょうねそこはね、まあ、研さんはちょっとね頑張っておりますよ本当に。はい、なるほどですね。ということでじゃあ、今日ご紹介する、製品の若干の、ご紹介をまずしておこうと思いますね。はい、で見ていただいた通りに、分かりますけど全部日本人、うん、やっぱりこの製品の特徴は、国産の音源だっていうことなんですよね。待ってましたって感じですね、はいはいはい、でまあもちろんご存知の通り、あの大体がウィーン、ビエナとか、はい、まあ、ハリウッド系の外国のスタジオでプレイヤーで、はい、指揮者も振るのも外人の人でっていうのが多いんですけど、本当に純国産的な感じの製品ですね、はい、やっぱここが一番の特徴だと思いますね、はい、で今あのうちのロックオン の, あのご紹介させていただいた時の記事の写してるんですけど、はい、ここに登場される方、はい、ご面識がある方が多いって、そうですね、その横山さんは、はい、ちょっとクラブハウスで少しお話ししたぐらいではあるんですが、その僕がそのアシスタントをしてた、うん、瀬川さんという、はい、瀬川エースさん、多分、はい、あの録音にもお世話になっております、ね、されてると思うんですけども、はい、と同じその事務所のミラクルバスの方なので、はいはい、瀬川さんを通じてちょっといろんなお話をその伺ったりとかもしてましたし、まあ、室谷さんに至ってはもうあの来週会いますそして相澤さんも来週会います、同じあの仕事でですので、まあ、あの事前に製品を使っていただいたんですが、はい、あのスタジオの聞き覚えがある音がするっていうイメージですかね。そうなんですよ、もうこれ、うん、その使ってみたんですけど、うん、もう聞いた瞬間にこれ聞いたことある音してると思っていやもう自分的にはもうその聞いたことある音してるって結構なそのテンション上がるポイントなんですよね、うん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 、なんかやっぱりそのアレンジャーとしてこう音選びするときに自分の頭の中にやっぱある音としてこの穴音が欲しいって言って音源を探すんですけども、うんうん、まあ、その時にそのやっぱ音源聞いてこの聞いたことある音ってすごくやっぱりテンション上がるもんだなっていうのを感じたのを覚えてます、はい、まさに今日の講師にうってつけの人選でさっき あの瀬川さんって名前出たんですけど、ええ、僕瀬川さんにちょっと相談したんですけど、はいはいはい、伊藤さんがいいよって言われてまさにどういう経緯でどういう経緯でそうだったね、ま適所適材っていう感じの先生でございますね。本当にもうお世話になってます瀬川さんにはもう何にもあの仕事もない時からその瀬川さんのアシスタントでいろいろ連れ回してもらって、はい、現場を見せてもらったりしてたのがその自分のこうほぼ初キャリアみたいなところなので、いろいろこういうそのストリングスの使い方とかもちょっと教わったりとかしましたね、
まあ、瀬川さんも噂によるとここを見てらっしゃるっていうのをちょっと聞いてるんで、あのチャット欄とかにご質問とかね、後輩が何やってんのかなみたいなね感じで。で、はい、村谷浩一郎ストリングスっていう、まあこれチームって呼べばいいんですか。そうですね、そのストリングスのそのトップの一番こう、うん、立場のこう前に、うん、一番前にいて一番そのと、なんて言ったらいいんですかね、頭というか、うんうん、このストリングスチームってもちろん1人じゃなくて10人とか20人とか、うん、はい、まあいろいろな編成があると思うんですけど、うん、その中の取りまとめ役もやるっていうのがバイオリンファーストの一番 の、 その主席の方なんで、はい、まあ、その人の名前のチームがつくのが大体あのストリングスチームって結構慣習としてはあって、うん、まあ、だから村谷さんのチームっていうことで村谷浩一郎ストリングスっていうことなんだと思うんですけども、うん、なるほど。じゃあこの製品を買って使うと割とこの日本の中の業界の、まあ、トップにいる方たちのプレイヤーのライブラリーを。そうですね、もちろんそのいろんなあのところでもそのいろんなストリングスチームにもその、うん、いる方々もその村谷さんのところにいるっていう感じなので、村谷さんもそのいろんな方を呼んでそのチームを編成してるっていう感じだと思うんで、うん、まあ、多分村谷さんチョイスでその自分と会うとか、うん、うまいとか実力のある方っていうのを集めて組んだチームっていうことだと思うんですね。で、エンジニアさんが相澤さんっていうのもいつも割と一緒に動かれる方なんですね。はい、そうですね、自分もそうですし周りの作曲家さんたちも、うん、まあ、数多く頼んでらっしゃると思うんですよね、うん、すごくこういろんなもう僕らが誰でも知ってるような楽曲とかも多分あのやられてる方なので、相澤さんは。そうなんですね、はい、うん、それこそそのさっき名前が出てたあの PV にいろんなこう、はい、例えばファイナルファンタジーとか、はい、オクトバストラベラーとか、はい、あのアタックオンタイタンとかっていう風にいろんな作品名が出てたと思うんですけども、うん、それもその相澤さんがミックスとかレコーディングからやられてるっていうことだと思うので、じゃあ今日見てる方結構ときめく名前がポロポロ出てきてるってことですね。いやだからすごい音源が出てきたぞっていう感じだと思うんですよね、うん、この感じは。なるほど、うん、で収録は、はい、サウンドシティのエースター、ここはあの麻布の地下のとこですよね。はい、そうですね、はい、東京タワーが近くで見えますね、うん、そうですね、うん、あのラジオ局の下になるのかな。そうですね、ですね、はい、あの、まあ、歴史あるスタジオで、はい、当然これだけのオケを取れるスペースがある必要がありますし、うん、まあ、あのアンビエンスとかね、その辺もやっぱりチューニングされたいいスタジオで取られて、はい、歴史がある音っていうことですね。まあ、お金がかかってるっていう意味合いですね。そうですね、やっぱり日本の中でもかなり広いあの、うん、スタジオで、まあ、これ以上広いとなると、うん、もう本当に 数点しかないくらいという、うん、まあ、ほぼほぼ一番広い中の一つっていう感じの箱ですね、うんうんうん、日本の中では、うん、なるほど。もうこれ以上ってなるとそのホールに行かないといけなくなるというか、あ、そうかそうか、コンサートホールに。あ、じゃあそれは書いたりするのと音はちょっと、そうですね、キャラクターが変わってくるかもしれないですね、はい、そのスタジオで撮る音と、うん、そのホールで撮る音ってかなり変わってくるの で、 ですよ、ね、で日本の劇版で撮った音っていうのはそのスタジオで撮った音っていうものをこう加工してっていう形になるので、うん、まあ、その中でもよく聞く音っていうのは多分やっぱりスタジオの力も大きくて、うん、やっぱり弦の人が変わってもそのスタジオが変わるとまた音色が変わってしまうんで、うん、これはサウンドシティプラス村谷さんプラス相澤さんの音だなっていう認識でした。ありがとうございます。なるほど、はいはい、で、メーカーはですねインパクトサウンドワークスと、はい、まあ、あの国内の代理店があの、クリプトンフューチャーメディア、初音ミクとかの会社でですね、うんうんうん、皆さんご存知だと思いますけど、で今日はあのここのチャット欄にですね北海道から、クリプトンの方が常駐していらっしゃるはずなので、もしはいご視聴の方で何か製品の細かい質問とかはチャット欄に書いていただけると中の人が多分丁寧に質問攻めにしましょう答えてくれると思いますのであのお気軽に気兼ねなくということですね。はい、でこの辺でまああの前置きとかいろいろ概要はこの辺にして、はい、あのこっからは伊藤さん今日あの実際のデータをはい、お持ちいただいてセッティングしてありますので、はい、ちょっとカメラを切り替え伊藤さんの画面にしましょうかね、あのパソコンの方にしましょうかね一回ね、はい、はい、じゃあここからバトンをお渡しして、
はい、ご説明をお願いすることにしたいと思います、はいはい、じゃあまあやっぱり皆さんねこう音が聞きたいと思うので一旦ちょっと僕が作ってきた楽曲を聴いてもらおうかなと思います、うん、一旦ですねそのストリングスの前、ストリングス入れる前の状態っていうので、うんどんな楽曲かちょっと聞いていただければと思います。じゃあ流させていただきます。はい、歌物ですね。そうなんです、うん、今回ですねちょっといろいろ考えたんですけども、はい、まあこういう音源だったら、うんまあ、やっぱりハリウッド系のなんかこうどことこした感じの劇版にって思ったんですけども、うんうん、やっぱり音源のポテンシャルを見るには、はい、こういうキレキレの曲が一番いいんじゃないかなと思いましてなるほど、ちょっと見てやるぞといろいろ試してやるぞっていう気持ちでちょっとこういう歌物を持ってきました。なるほど。で、ここからですねちょっとストリングスを入れるんですけどもちょっといろいろ見ていきましょうか、はい、まずこれが東京スコアリングストリングスの画面ですよね、うん、ちょっとこれの画面の説明もした方がいろいろいいですかね。あ、お願いします、はいはい、今ちょっと鍵盤叩いて音を出してます。まあ、こんな感じの音色ですね。バイオリンファーストは、うん、で、まあ、普通に音源よくあるのは、CC1 でここのダイナミックスが動きまして、うん、まあ、最近これがトレンドなのかわからないんですけど CC21 でビブラートが動くみたいな、うん、でこれでダイナミックス動かしてでここのレガートっていうところがあるんですけどもこのレガートモードがモノだと、うん、鍵盤が重なっても、次の音が出ないっていう、うん、モノラルモノモードみたいな感じになってますね。モノとポリでいうモノみたいな、うんまあ、レガートの時とか便利ですよね。でこれをポリするとっていう風にいい感じにレガートとこのポリで弾くっていうものを切り替えてくれるっていうところですね、うん、これ GUI 画面にドーンと出るのはやっぱり、はい、便利ですか。これですか、うん、今メゾフォルってフォルかな、あこのこういうやつですね。画面にドーンと出てるじゃないですか、はいはいはい、なんでしょうねこれベルリンとかもそうだと思うんですけど、はい、最近の流行りなんですかね。でも自分的にはその音源の
メーカーがどういうつもりで作ってるのかっていうのが分かるので、ダイナミクスに関しては結構表記してくれるのはありがたいとは思いますね。例えばピアニッシモ、メゾピアノ、ピアニッシモからねピアノがなくてメゾピアノに上がるんですよね。本当だ。でメゾフォルテ、フォルテ、フォルテッシモっていうことは1,2,3,4,5 ってことで、まあ、5レイヤーあるのかなみたいな想像ができるんですよね。今クロスフェードしてますしてません、してますしてませんみたいな感じなのかなっていうのは、画面も微妙にこう重なって、はい、透過して出てきてるんですよ。だからここはちょっとクロスフェードしてますよってことなのですかね。そこはちょっと僕も分からなかったので聞いてみたいんですけども、クリプトンさんにソニックワイヤーさんに聞いてみたいんですけども、まあでもう一個こっちのベリーファーストっていうところが、はい、レガートのスピードですね。こうやって弾いた時にレガートする時に鍵盤を押した後どれくらい遅れる、あのどれくらいのスピードでレガートするかみたいな、うん、こうタラーって、移り変わる時にタラーって移り変わる時に丁寧にやってるのか、うん、結構早めにサッと行くのかみたいなのが切り替わりますね、うんうん、これがねベリーファーストだと、はい、ちょっと分かるか微妙なんですけど、まあ、いわゆる駆け上がりとかそういう時とか、そうですね、うん、みたいな感じで、スローだとこういう動きにはちょっとついてこれないんですが、うん、みたいな感じで、うん、それがいじれると、うん、で、ここの、ベロシティとスピードのところを押すと今、鍵盤を弾いた強さで、次の音が、スローのレガートになるのか、うん、スピードの速いレガートになるのかっていうのが変わるっていう感じで、うんうん、ちょっとこう鍵盤を弱く弾くとみたいな感じになるんですが、速く弾くと今ちょっと画面にずっとファストとかベリーファストで出てたと思うんですが、そこがちょっと変わるっていう、一応、まあ、プロの方って、はい、もう一つミディの、あのベロシティで強弱って意味合いが昔はあったじゃないですか、もう全く変わっちゃったってことですかね。そうですね、最近はもう弦に関しましては、うん、ほぼほぼ CC のコントロールチェンジの1でですよね、ダイナミクスを書いて、うん、で、ショートのパッチですね、うん、この後このショートのパッチの紹介もしようと思ってたんですけども、ショートのパッチに関しては、うんうん、ベロシティでやっていくっていう。なるほど。じゃあ使うにあたってこの辺をちゃんと把握しとけばしとくほどこの製品の効果が出てくるっていうことですね。そうですね、うん、その挙動をちょっと、いろいろ見ていただこうかなと思います、はい、ありがとうございます。で、あと一個だけ、はい、このレンジっていうところですね、ここがですね結構僕はあの分かってるっていう感じのあの項目なんですけど、まあ、ダイナミクスレンジっていう言葉があると思うんですが、うん、その楽曲によって、一番小さいところと一番大きいところの差が違うと思うんですよね、はい、で特に歌物なんかはダイナミクスレンジがあの狭いって言われてますし、うん、クラシックだともうめちゃくちゃ広いと、なので、まあ、いわゆるダイナミクスがピアニッシモの時に本当に実際どれくらいの音量が出るかとかは音源によって結構変わってくるんですが、うんうん、この音源はそれを変えられるということで、うん、今の状態だと、しますね、ロングパッチに戻して、今ピアニッシモはこれぐらいで、フォルテッシモがこれぐらい、うん、なんですが、これをダイナミクスレンジを最高にするとピアニッシモがこれぐらいしか出なくなるで、フォルテッシモは、なるほどね、みたいな感じになりますね。クラシック向きですよね、うん、で、ダイナミックスレンジを最低にすると、うんうん、あれなんか音が出なくなりましたね。プチ的ななんかちょっと聞こえましたプチって言いましたねこれダイナミックスのさっきのやつ、やっぱり歌物って、はい、あのいわゆるベースとかドラム楽器、リズム楽器がと
まあ、歌がもう中心にいるんですけど、はい、やっぱりその辺で使い方が変わるんですかね。そうですね、やっぱりそのオーケストラだともうそもそも周りもダイナミックスレンジが広い楽器が多くて、まあ、その小さいところからでっかいところまで出るみたいな。でもドラムとかってそもそも大きくて、で安定していて、でさらに歌物だとコンプレッサーをいっぱいかけますよね、はい、でそうするとよりダイナミックスレンジが減るので、うん、ストリングスはあまりにも小さいところとかが使えたとしても絶対に使わないっていう感じなんですよね。漏れちゃいますもんね。そうなんです。だから結局そういうふうに取られたストリングスにも、うん、レベルを書いてあげて小さいところ上げて、うん、でかいところを下げてみたいな感じで鳴らしてから、うん、歌物に混ぜるみたいな作業になると思うので、もともと打ち込むときにそういうダイナミックスレンジのコントロールの機能がついてると楽曲によってやっぱ使いやすいんですよ。なので今回歌物持ってきてすごい良かったなと思うのは、その歌物のダイナミックスレンジに合わせて、そこを変えて、今から、曲の中に入れられるみたいな。なるほどね。でそれが違うと何が変わるかというと、そのコントロールチェンジの書き方が変わるんですよね。やっぱりピアニッシモだと聞こえないからこの辺使わないってなってたんですが、うん、ピアニッシモでも聞こえるダイナミックスレンジにしておけば、うん、CC のこの、レーン の、うん、広さをかなり広く使うことができるので。なるほど。よくあるのが大体90から上しか使わないんだけどなんかめちゃくちゃ書きづらいんだよねここみたいなのがあるんですよ。うん、うん、なんかこうガッと上げないと使えないみたいな。わかります。ありますよね、そういう時って。そこがですね、もうかなり変わらないんですよ、ね、なるほどね。うん、作り手のことを結構意識した GUI 機能を備えている感じですね、はい、そこがすごくこう、うん、丁寧に作られているというか、うん、今まであんまりなかったよなこういうのはっていう、うん、ありました、こういう音源ってダイナミックスレンジ調整できるやつって僕即答できない、ね、自分的にはあんまりなかったような気がしていて。どうですかね。分かんないということはあんまり皆さん意識してそこを多分作ってなかったと思うんで、うん、今日お使いはキューベースお使いですね。そうですね、自分はもうなんかもうここ5年以上はキューベース使ってますね、うん、キューベース伊藤さんついにドングルがはいなくなるって聞いてもうガッツポーズですね。ねえ、もう本当に本当にね良かったというか、もうなんか本当に良かったとしか言いようがない。なくしたらだってね、やっぱりなくしたらロジックとかにこう勝てるぐらい絡みやすくなるんで、その作家同士もやっぱりコライトとかもしやすくなりますしね。ノートパソコン Windows でもどっか持ってって作曲できるみたいな感じになってくるって考えると嬉しいですよね。お待たせしました。でちょっと最後の説明なんですけど、これ今これがピアニッシモ、うん、ほとんど変わらんやんけど、うん、ピアニッシモでもこんな音、なんか全部こっちで使いそうな人もいそうこれはこれで使いそうな人もいるかもしれないですね、うん、自分はなんとなく少し狭めた感じっていうのが今回の曲にはちょっと合ってたかな。という感じです。ここまでが、とりあえずこの一番最初のパフォームっていう画面ですね。はい、で、ちょっと長くなっちゃったんであれですが、ショートパッチの説明だけ。大体ね、僕らがよく使うときに、これ本当に重要なのがショートパッチというか、こう弦は刻みがすごく多いので、はい、こうみたいなことを曲中ですごくやるので、まあ、それのパッチが今回ですね、短いの本当に短いのだけでスタッカート、スタッカーティッシモ、スピッカート、スピッカートセッコっていうのがあって4種類あると、うん、でプラスでソルツァンドのロング、うん、こういうのがあってソルツァンドのショートなんかこうオケの中でジャンジャンみたいな感じでやる時の気合の入った一発みたいな感じですよね。でスタッカートスタッカーティッシモスピッカート
節子、こんな感じです、うん、ちょっとずつ短くなっていくっていう感じですね。ちなみにこのスピッカートのその書いてあるその節子って、はい、聞き覚えありますか？いやーないかな。僕は僕もその自分が音大生の時に、はい、ここ節子でお願いしますってよく言われてたんですけど、うん、それもうめちゃくちゃ短くこう切れよくみたいな感じの意味合いなんですよね。で今回スピッカーと節子って書かれてて、自分的にはこういう歌物のキレいい時に絶対節子で弾いてほしいっていう時が多いので、はい、あなんかスピッカーと節子って書いてあるとちょっとすごく頼りになりそうな感じがして、ちょっと自分的にはこのちょっとテンション上がってましたそこであんまりなかったのでスピッカーと節子っていうのが、はい、でピッチカート、はい、でデクレッシェンドロングとデクレッシェンドショート、うん、非常にこうもう、まあ、30パッチぐらいある音源に比べては、うん、少なめではあるんですけども、うん、非常に厳選されてて使いやすそうな感じのショートパッチの群ですね、うん、はい、じゃあこんな感じで、はい、全体の説明は終わりにしまして、はい、じゃあ曲の中に入れるとどうなるかっていうのをちょっと聞いてみたいと思います、はい、でちょっとなんとなくサビあたりを流してみますね。いつもはですねこういう風に鍵盤を弾いて打ち込んで、はい、みたいな感じでやってます、うん、ちょっと待ってね、なんか遅れてきたな、はい、おい、はい、こんな感じで打ち込んでいきます。で、こういうことをやってるとちょっと3時間ぐらいかかってしまうので、はい、まあこれはさておきちょっとこちらにできて、はい、じゃあ、はい、3時間はちょっとさすがにかかりすぎですよね。有料版にしましょうか。今回ですね、一応この電子レンジの中にもうできてるあのストリングスがありますので、ちょっとこれをちょっと見てもらいたいなと思います。ちょっとストリングスのフレーズも聞いていただいて、また頭から流しますのでぜひ聞いてみてください。はい。はい、はい、とりあえずちょっとここまで聞いていただいたんですけども、うん、ちょっとまだストリングスこうまだ曲についていけてない感じがしますよね、うん、で、この東京スコアリングストリングスすごいいい機能がありまして、はい、ここのロッカーヘッドっていうところ、うん、ここを押すと全体で1秒のディレイが入ってめちゃくちゃ遅れるようになるんですけども、うん、その代わりちゃんとその1秒は遅れるけどリズムにはちゃんと合ってるっていう状態になるんですね、うん、で、その1秒の遅れを解消するためにこのインサートにこのディレイコンペンサーションセーションって、すみません僕英語に弱くて、補正っていう意味ですね、はい、この補正を入れまして、
やっていくという感じになりますね。うん、で、これを入れていきます。はい、じゃあ、ストリングスが入ってくる B メロぐらいからちょっと聞いていただこうかなと思います。はい、こんな感じになりました。どうでしょう、結構リズムが良い感じについてきてるような、うん、グルーブ、曲のグルーブと整いましたよね。そうですそうです、うん、そうなんですよね。結構ここのそのストリングス音源の弱点といいますか、もうほとんどのストリングス音源がそうなんですけども、やっぱりこう音が鳴り出してから音程になるまで少しの間があるので、うん、そこのちょっとした遅れっていうのがどうしてもその音源ごとに、うん、あの違う感じで出てしまって、で必ずねこのキューベースとかだとよくやるんですが、ここのトラックディレイをだいたいマイナス20ですかとか調整しながら、でこれがまた音源ごとに違ってまあ面倒って言えば面倒です、ね、そうなんです。で一番頭の音は遅れないんだけど、うんうん、レガートすると遅れるから、じゃあレガートするところだけ掴んで、50ミリセック前に出すみたいな、そんなことをやったり。お疲れ様でございますという感じですそうなんです。でちょっとこのなんか頭の悪い感じなんとかならないのかなと思ったら、なんか解決策をこの音源引っさげて登場ということで、あ、今日お披露目できると、はい、だから今ですねほとんど、まあ、割と、まあ、書いてはいるんですけど、はい、結構適当めに、うん、あのダイナミクスを書いた状態で、うん、ここまで、やれるので、うん、まあ、そもそもこうデモの書き出しとしてもすごく良いんじゃないかなと思っています、うんうん、自分としては、うん、でここからさらに追い込む自分的にどうやってるかっていうことなんですけども、はい、QS のですねそのエクスプレッションマップっていう機能があるんですね。ちょっとここ画面の左なんですけども、その機能を使うとそのキースイッチをですねこのキューベースの中に組み込むことができるんですね。あ、これ知らないな僕。で、ですね、こっちのミディの画面の方に移るんですが、はい。あ、ペンタブ映した方がいいかな。そうですね。ペンタブを映していただいて。はい、ペンタブの方になりましたね。で、ここですね、こうやって音を選んでですね、うん、アーティキュレーションってところを選ぶんですよ。そうするとここに出てくるんですね。ほうほうなので例えばですが、はい、タラララをタラタッタにしたいとかだったら、タラタッ、うん、あ、なりましたね、うん、でちょっと音が大きいんで下げてあげて、うん、例えば今のタラッタラーラーってところもこの音だけスタッカートを入れてあげてます。こういう風にアルカッティシモが入ってますね。
至れり尽くせりですね。そうなんです。なんでこの TSS とこれを組み合わせると結構いろんなことができます、うん、はい、ここもですね、タータッタータンタータンってしたいなって思った時に、うん、ここにガンガンこういう風にアーティレーションを入れてあげて、ここはもうキレッキレだからセッコがいいなとか言ってやるんですね。で、まあ、画面見てる、もう皆さん見てるわけですけど、ペンタブご愛用っていうことでね。そうなんです、珍しいとは思います自分ででもやっぱり今の作業を見てると、はい、本当ね、ペンタブ合ってますねこれね。そうなんですよね。だってダイナミクスもこんな感じで書いてちゃいますからね、こうやってティーって、ダーダッダーダッダーダってやりたいときは、うん、ダーダッダーダって書いちゃって、うん、みたいな感じで。なるほどなるほど。でこれだと少しつながっちゃうので、みたいな感じで やります、うん。ペンタブのいいところはなんかマウスとかだと、うん、まあ自分たちよくあるのが、ストリングスをですねこうやって4つ全部同じトラックに書いちゃうってことも結構あるんですよ、デモの時だと。あ、はいはい、でそういう時にもうセカンドだけ選ぶのって結構マウスで、これとこれとこれととかシフトをしながらね。そうなんです、シフトをしながら、うん、でもペンタブだとシフトしながらよしこれ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 っつってすぐ選んでいけるんですよ。でたまに外れちゃうみたいな、はい、外れちゃうんですけどこういう風にやっていくみたいなことも、うん、このもう手でねこうやって書いていってやれるので、うんうん、結構おすすめなんですよ。例えばこう内線を入れちゃう時でも、うん、こういう風にここになんとなくこの C の下のところから2度でえぐりたいなみたいな時って自分たちはなんか譜面の頭で考えるので、うん、なんとなく頭の中に譜面がイメージされるような形でこういう風に書いていけるというか、こことここが3度だなっていうのをこうペンでね刺しながらこう書いていけるっていうのが自分の頭の整理にもなって、ペンタブは結構おすすめなんです、うん。特にこのストリングスだけなんですけどめちゃくちゃおすすめです例えばピアノ弾くときにこれはちょっとっていう。あ、そうですね、はい、ちょっとさすがにピアノはダイナミクス のチェンジもあんまりないですし、あと僕も昔使ってたんですけどソフトシンセの細かいパフィルターの周波数こう、とかってのは便利でしたけど ね、 そうですね、確かに確かに、やっぱりこういうカーブを描いたりとか、うん、実際にこういうふうにこう音を入れていくっていう、うん、作業もう本当に絵を描いてるように、うん、ダウにこうやって線を入れていくみたいなことができるのが結構良くてですね、うん、ちょっとサイズを検討中です今。この13インチっていう今サイズを使ってるんですけど、はいはい、これでもうちょっとでかくてもいいかなみたいな。ただ24インチぐらいまでになっちゃうと今度はもう手が動きが手の動きが多くなっちゃうので、うん、それはそれで今度は大変かなという、うん、ちょっと余談でした、すいません。ちょっとペンタブの話になっちゃったんですけど、まあ、でもこうやってペンタブを使ってその仕上げていくとどん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 ニュアンスがついていきますし、でどうってちょっと棒になってるのも嫌だなということであればこう少し、はい、少しこうやってクレッシェンド書いてあげる、ダラララッタン、ここも少しスフォルツ&ピアノみたいな感じで書きたいですね、うん、でここのスタッカーとか入れるからちょっと今ベロシティ上げるときもキューベスはコントロールシフトで、触ると音を触るとこうやってベロシティだけ触れるようになってるので、あ、そうですね、はい、これもペンでやりたいところをガンガンこうやってさっさと触っていくという、うん、ペンにあれコントロールキーアサインでキーなんかボタンがついてますよね。そうですね、うん、自分は、自分のやり方としては、オルトキーがアサインされてまして、うん、こうやって何も書いてないときはこうやって選択をするんですが、はい、オルトを押すと、ペンツールに変わってこうやって書き入れるっていう風になってます、うんうん、伊藤さんぐらいになると忙しいんでね、こういうのを積み重ねが時間で効いてくるわけですね。そうですねあとやっぱりその記憶に残るというか何かこうやっぱ書くってやっぱちょっと違いますよね、ただ弾いて終わるっていうより昭和な人みたいな
でもそうなんです、やっぱ自分も譜面で書くのは嫌いではないので、うんうん、そのストリングスとかオーケストラのただオーケストラだけで終わるっていうその編成を書くときなんかは自分もシベリウスで譜面から作ったりとかすることもあるので、はいはい、ちょっとそういう感覚に近くて、うん、ちょっと分かる人にしか分からないかもしれないですけど若干テンション上がってます。なるほどなるほどクラシックの作曲家みたいやみたいな感じでちょっとテンション上がるところはあります。あの言わんとするとこはよく分かります、はい、すいませんね、ちょっといいじゃあ音を出していきましょうか、うん、どんどん良くなりましたね。で、今のタラララランタラララランタラララン、ここはもっと切れよく欲しいので、今アーティキュレーション何も入ってないので、スタッカーと石膏を入れていきます。まずファーストだと、うん、入ってるね。でセカンドにも入ってる。ビオラさんは入ってないから入れましょう。で、チェロさん、チェロさんにも入れましょうということで。だいぶ切れよくなりましたね。もう一回聞いてみましょう。こういうブラッシュアップされると聞いてて楽しいですね。あ、本当ですか。なんか自分がどう思ったからなんかこうやっていこうかなみたいなのって、うん、やっぱ人のを聞くと自分も結構ためになるところがあるので。いや面白いですよねこれね、見てると。ちょっと流してみますね。良くなりましたね、うん。まあ、基本的にはこうやって、あることですね、スタッカーと組み合わせて作っていくと、うん、こういうアタック感のあるストリングスっていうのは出していけるので、うん、まあ、あとこの曲すごいユニゾンが多いんですけど、アレンジ的にもストリングスが、はい、まあ、オクターブユニゾンですよね、うん、このトー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 ってところ、うん、違った、うん、まあ、自分もいろいろねストリングスアレンジ複雑なこともやるんですけど、やっぱり結果ユニゾン最強っていうねところに落ち着いたりするんです。こういうキャッチーな曲に関しては、うん、もうだいぶいいですね。これあれですか、音源の出力はコンプかなんか今当たってる状態ですか。出力自体は、何も入ってない、はい、そうなんですね、ですね。リバーブがちょっとかかってるぐらいですかね。伊藤さんはじゃあ書くときはあの別に、はい、コンプ刺したりはまだここの状態ではしない。そうですね、普段は刺すんですが、うん、あのさっきのダイナミックスレンジを調節するつまみがあるので、うん、そんなにその刺さなくても、うん、割とこのドラムと中でこうやってガリガリ、カーブを描いたとしても、うん、聞こえる状態で作業するっていうことができるので、うん、自分はそうしてます。なるほど。ただ、まあ、ちょっと時間もあれなんで、そうですね、だんだんこうまとめていきたいってなった時には一応コンポを刺したりはするんですが、うん、これですね、ディストレッサーの、あー、はいはい、あ、画面の方、あ、こっちですね、はい、
まあ、これを刺したりとか、うんうん、ちょっとねこれ好きなんですよね、ディストレッサー自体が。そのなんていうかこう自分がレコーディングする時もディストレッサー使ったりよくするので、うんうんうん、あでディストレッサーで思い出したんですけど、この音源作る時にも相澤さんは、はい、ディストレッサーを挟んでたみたいですね。あチェーンの中に入れてたみたいです。だからその面白いですよね、そのストリングスって結構もっとピュアにピュアに取るっていう形で、うん、あんまりその歪み系 の、うん、あのものは入れないっていうパターンでやられる方も多いんですが、うん、そこがなんか一番こうキャラクターがつくところになってるのかなと思いました。そうですね、多分もう念頭にこういう音っていうのがあった上での製品なんでしょうね、うん、多分、はい、なんかなんかディストレッサーの音というのもなんか感じるなってちょっと思ったんです、そのディストーションのスイッチを押した時の、うんうんうん、で弦がそのあたりいい感じに歪むと前に来るので、うんうん、そのよりこうソリッドなストリングス今回の曲みたいなのにも多分合うと思いますし、うん、なるほど、で、コンプをかけつつ、少しですね、ロゴの方もカットしておきましょうかね。おどんどん手が進みますね、じゃあ。まあこんな感じで打ち込んだりサウンド面整えたりみたいなことを言ったり来たりしながら自分はいつもやってますね、うんうん、でリバーブはちょっと大好きな、あれなんか表示されないな、何だろうちょっと待ってくださいね、入ってないっていう入ってなかったリバーブが、あライセンスがなぜかそういうことですね、あライセンスが Wi-Fi 繋がってないからかな、あそうか、あなるほどなるほど、あの iLock のやつですね、あじゃあ大丈夫です、別ので対応します、あの僕もあのこれはこれで好きなのでこれも好きなやつなんですけど、という感じですね。でちょっと曲高でもう一度、こんな感じになります、うん、ちょっと奥行きが出ましたよね、はい、なんかあれですよね、でもストリングスを書くっていうのは、はい、あのやっぱりちょっと敷居が高いっていう、あそうですか、イメージも、はい、そういうイメージもありますか、やっぱりありますよちゃんとやっぱりある程度音楽理論を頭に入れて、はい、和声とか対応、はいはい、法とか、いや何なんでしょうね、いやそんなことないと思うんですよ、別に好きなように書いたらいいと思うんですけど、多分怒る人がいるんでしょうねいるんじゃないですかね、怒る怖い人がいるのかな、ここ違うよみたいなこと言われるなんかねその神聖な場所みたいな、もう、まあ、でも今こういった DAW とか普及してるんで、はい、結構その辺の意識も違ってきてると思いますけど、まあ歴史がねどうしてもこう深い楽器ではあって、うん、いろんなその資料も残っていてみたいな感じなので、うんまあ、ちょっと確かに堅苦しいところはあるかもしれないんですが、うんまあ、やっぱり自分の好きなストリングスをもう自由に、うん、あの書いちゃっていいと思うので、うん、別にそのさっきみたいにユニゾンガーンみたいなのとかでも、うん、結構あれは誰でもどなたでもあのチャレンジできるあの ストリングスの使い方だと思いますし、まあ、そうですね、鼻歌から
移行できる感じですね、はい、もう LINE 一本でっていう感じだと思うんで、うん、それをオクターブで重ねるっていう技術ですけど、うん、全然それもね、なんなら普通に頑張って書いたやつより効果あったりしますからね。楽曲の中でなるほど、いっぱい音声ねぐにゃぐにゃ動いて、いろんなことをやってるんだけどもみたいな、ストリングスより もうポップで、うん、いいストリングスだってみんなも歌い込んで弾けるから、弾きやすいからって言ってみんなも歌い込んでくれてみたいな感じで、うん、じゃあここまでやりましたが、はい、最後にですね、もうこの感じで今サビはもうほぼほぼ完成のような感じでいけると思うんですが、そこをさらにプッシュアップするということで、はい、実はですねちょっと生のストリングスをこれ用にちょっと取ってきました。お、僕らのその業務で一番多いのが、ストリングス、こういう歌物のストリングスで結構多いのが、うん、こういう打ち込みをやった後に、うん、その打ち込みに、トップ重ねるみたいな、バイオリンファーストセカンド、ビオラまでをちょっと、1本だけ取って、うん、打ち込みと混ぜるみたいな、うん、でそこでさらに、くっきりとしたニュアンスとかそういったものをさらに足すみたいな、うん、要はオンマイクみたいな、こう、ストリングスでいうとマイクってこうメインの、3本のマイクを立てて、はい、でプラスで近いマイクを立てて、はい、でそこでその全体の響きと、くっきりした部分っていうのを取って両方混ぜるみたいな感じだと思うんですけども、うんうん、今回はその役割を、ちょっと生でもやってみようかと思いまして、うん、動くか試してみますか。はい、動くか試してみます。ちょっとマウスをね、今電池入れ替えてみましたんで。あ、大丈夫ですね。はい、行きましたね。電池です。ちょっと生の音を確認しますね。はい、こんな音を取ってきまして。うん、でこれに足します。ちょっとストリングスだけで聞いてみましょうか。などなどちょっともう一回、こんな感じになります。いい感じですね。ちょっとね、その響きとか人数感っていうのは追加できないんですけども、うん、ほんのちょっとニュアンスとアタック感っていうのをプラスしてくれるので、うん、よりこうこの、その、この東京スコアリングストリングスをレコーディングするときって、うん、その全部この曲を弾くためにみんなが弾いた音じゃないものを僕らは今その再サンプリングして使ってると思うんですけども、はい、よりこの曲に合ったその自分のこうニュアンスっていうものを少しだけ追加することが、こうやって生を足すことによってできるので、このやり方はかなりおすすめです。じゃあちょっとそれを混ぜた状態で B メロから聴いてみましょう。はい、
という感じになります。なるほど。開始してだいたい1時間ぐらいですね、はい、まあなかなかいい時間帯になってきましたけど、はい、結構やっぱりこうやってプロの方が実際どうやったデータを打ち込んでられてって見れるだけでも今日はかなり価値がある。それは良かったです、まあ、特にねこういうペンタブとか面白い要もありでも本当に使いやすくて、やっぱりこういう風にさっとエディットしていく中でも、うん、こうやって選んでいって整えていくっていうのも結構今見られてて、あ早いなって思われた方もいると思うんですけど、うんすねうん、これが結構さっきの、このロックアヘッド、はい、これがあるからすんなりアーティキュレーションやダイナミクスの方に移行できてるんですよね、うん、なんでちょっとですね他の音源とかだとそのまたレガートのタイミングがずれたところを直すっていう修正があるんですけど、うん、この音源はほとんどそれをしなくていいっていうのが、うん、まず一番の時短になってるのでそこはめちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってますね。でさっき最初の方におっしゃられたんですけど、はい、まあ、自分の頭の中にあるストリングスの音を聞いたことがある音に近いんで多分書いていかれる時も、はい、イメージと出てくる音が結構近い。そうですね、そうですね。やっぱりそのモックアップを作る時にですね、うん、最終形態っていうのをイメージしながらよく自分も作るんですが、うんうん、まあ、最終形態って何かというとスタジオに入って、はい、それこそ今やってる劇版とかだと、今度来週撮ると、で来週室谷さんと撮って仕上げる、うんうん、で室谷さんとに撮ってもらうものを室谷さんと作った音源でやるとなんかめちゃくちゃシミュレーションとしてはもう精度が高いものになりますよね。そうですね。なのでその自分の、まあ、これファーストインプレッションで聞いた時にそのあこれ聞いたことある音がするっていう話をちょっとさっきもしたと思うんですけど、やっぱり自分の頭の中にそのハーモニーとかボイシングが立ち上がった感じっていうのが、うん、その打ち込んでみると、うん、あそう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 こうなるかもみたいな、そのだから例えばもうサウンドシティでその来週も撮るっていうことであれば、うん、大体こんな音になるんだろうなっていうのを想像しながらあのモックアップを作れるので、うん、じゃあそこに対してじゃあアレンジはどうしていくかっていう話でまた違うことがあのアイデアが生まれてきたりとかするので、うん、ちょっとその日本産っていう日本産でその実際にそのお願いできる近くにいるストリングスの方っていうものが意外にも結構もたらしてるものって多いんだなっていうふうにその自分の立場だとちょっと感じるかもしれません。その一般のそのまだ室谷さんとかとやってない方とかだとそこまで感じられないかもしれないんですけど、自分はちょっとそういう部分で特殊なんですがちょっと感じたと思いました。なるほどですね、はい、その辺は面白い話ですね。うん、あと今こういう日本のアニメ作品の楽曲海外のファンも多いじゃないですか、そうですよね。で多分ハリウッド産のゴージャスな音じゃなくてこういう日本っぽいサウンドっていうのも好きな外国の人も、はい、多分増えてくるんじゃないかと思うんですよね。ちょっとそのいてほしいなって思う気持ちもやっぱりありますし、ね、うん、ユニークなんでやっぱりその、うん、この東京のこういう、うん、まあ海外に比べたら、小規模のスタジオでオーケストラをやるっていうのは、うん、割とユニークなサウンドにはなってるとは思うんで、うん、世界的に見ても、うん、そこに注目する方がいたらそれはそれで面白いですよ ね。ですよね、うん、なるほど、はいはい。ちょっと若干コメントをいただいてるんですが、はい、結構な感じでソニックワイヤーさんが答えていただいてありがとうございますね。ありがとうございます。でやっぱりさっきちょっと話を掘るとですね、先生にいっぱい怒られたので未だにストリングス打ち込みに抵抗があります。怒られてるんですね。まず先生怒らないでよっていうね。怒られたら嫌ですよね。そもそもやっぱりでも伊藤さんのキャリア的にやっぱり最初からうまく書けたわけじゃないんですよね。そうですね、やっぱりなんかこう、うん、怒られたというかちょっとこれは書きすぎじゃないみたいな。やっぱり人が弾くっていうことを考えないで、ちょっと変えてしまったなっていう失敗とかすごくありましたね。なんていうかこう自分の頭の中にある音っていうのをもう再現なく書いちゃうと、うん、もう人が弾くってなるともうずっと難しいフレーズを弾かなきゃいけなくなるみたいな。真っ黒な譜面が出来上がってみたいな。
ことはあって、でそれでちょっとこう怒られたりとかしたこともありますね。それは伊藤さんも怒られたことがある、はい、っていうことはありますですので、はい、あの二二さんですかね、二二さんもあの懲りずに書いていただければ、ね、抵抗はもうあの気にせずいっぱい打ち込んでほしいと思います。もうなんならもうそうです。自分、まあ、怒られたとしても、もうこれがいいと思ってるんであれば、もうそれを貫いてほしいですね。で、今こういった製品があるわけですから、自分の部屋でね、結構近い感じのニュアンスを作れるわけですからね。やっぱり何回シミュレーションしたかだと思うので、その自分の中でどういうこうものが描きたいかとか、やっぱり憧れてるストリングスのコピーっていうのをすごく自分もやりましたし、好きな曲があったりするじゃないですか、うん、この曲のストリングスすごい好きなんだよなみたいなのが自分ももう何曲も今あるんですが、うん、もうそれのコピーはもう今でもやったりしてますね。もうとにかくそういうのって譜面も売ってないので、うん、もう聞いて頑張って撮ってみたいな、それをこう自分の曲に生かすっていうことは今でもやってます。じゃあぜひこの東京スコアリングストリングス買ってコピーをねいっぱいあの学生さんとかも見てらっしゃればいいですけど、うんうんうん、していただくとね。そうですね、なんかこう、うん、本当にクオンタイズかけた状態のリズムで、うん、今こういう形で鳴っているので、うん、すごく初心者の方にもあの優しいと思いますね、うん、このプラグインを使えば、うん、ディレイの、そうですね、はい、といった感じでご質問はだいたいこんな感じなのかな。大丈夫ですね、はい、ソニックワイヤーさんありがとうございます、ご協力ありがとうございました。はい、じゃあ開始して1時間10分ぐらい経ちましたね。はい、はい、なんかじゃあ最後にこの製品の、そうですね、伊藤さん的になんかおすすめする人とか、まあ何でもいいんですけど印象、はい、トータルなイメージの印象を最後にお聞かせいただく感じで、はい、そうですね、やっぱり一番こう初めに話したんですが、うん、このダイナミクスレンジのこの機能と、うん、このロッカーヘッドのこのタイミングを合わせる機能で、うん、かなり時短になるので、うんうん、やっぱり忙しい劇伴作家さんとかこれあのストリングス触ってみたいけどいろいろ面倒くさいなって思ってる方とかは、うん、こうシンプルに触っていけるっていうのもあるので、うん、便利ですね、うん、でも大体シンプルなものって、うん、音はそれなりみたいな感じのも多いんですけども、うん、そこもちゃんとブレアさんの音してますし、うん、あ、聞いたことある音してる、この日本のサウンドシティ撮った音してるなっていう感じになってるので、うん、そのどんな方にでも意外とおすすめできるんじゃないかなとは思います、うんうん、はい、なるほど。多分じゃあ2022年この製品もっと来そうな感じもしますね。そうですね、ちょうどなんかこうあの海外の製品ってもうリバーブ系というか、はい、空間系が広いものが多いので編成が少ないものとかでも多いので、うん、ちょうどこ の残響あるけど少ないっていう、うん、微妙なラインなので、うん、なるほど、それも唯一無二ではありますよね。と言ってるとですね、ご質問いただいてすごい嬉しいんですけど、ビブラートスピードはどうやって変えるのでしょうか。ビブラートスピードはですね、ここのちょっとですね、ビブラートスピードあれ21じゃなかったっけな、あ、そうですね、 CC のね2で、ビブラートスピードは変えられるようになってるので、なるほど、はい、ということでございますね。はい、でもう一個、あ、これはクリプトンさんのソニックワイヤーさんの手前、なんか答えにくい質問かもしれませんけど、はい、他社製品と比較して東京スコアリングストリングスの特徴強みはどの辺になると実際にお使いになって感じますかっていう。そうですね、まあでもやっぱり今の僕の歌物を聞いていただいて分かる通り、うん、こういう日本のポップスとかにもすごく合うんですよ、うん、でそれが今までなかったんですよ本当に。あ、そうですよね、はい、うん、で日本の劇版みたいな音色で書こうと思うとないので、うん、それこそこれから日本の仕事をされようとしてる方ってやっぱほとんどの方そうだと思うんですけど、うん、なんかこういう音色になるよっていうのの一つの選択肢として知っておいてもいいんじゃないかなっていうふうなところがもうそもそも唯一無二だなっていう部分ですし、そうですね、
まあ、それとやっぱりその1個作業減るよっていう、このロッカーヘッドによって1個作業が減りますよっていうのは一番大きいところですね、他社と比べて、うん、なるほど。なかなかそこがうまくいってる音源ってちょっと少なくて、でも今結構雑にやったんですが割とぴったり来ているっていうところなので、これだけでもかなり今までのストリングス音源とはちょっと一線を画してるかなと思いますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。そんなところでしょうか。ですね。はい、じゃあですね、ご視聴の皆さんも大変ありがとうございます。はい、ソニックワイヤーさんもありがとうございます。そして、伊藤さん、今日は貴重なお話いただいてありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそです。とても面白かったですね。よかったです。はい、ということで、じゃあ、はい、今日はここで終了としたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。